それではこの表題の論文を紹介したいと思います。概要です。この論文では英語学習者の作文の文法誤り訂正手法を提案します。その時に統計的機械翻訳を文法誤り訂正のタスクに適用することで訂正を行います。過去のモデルと比較した実験結果では訓練データが少ないながらも最高性能のモデルに匹敵する性能を示しました。これまでの誤り訂正のアプローチを振り返ってみると、まずルールベースのシステムから始まって誤りタイプの分類器を作るということや、統計的機械翻訳を使った誤り訂正のアプローチが提案されていて、最近だとニューラル機械翻訳を使った訂正アプローチが主に盛んに行われています。現在の最高性能だと、この最後の NMT を使ったモデルが最高性能を出していますが、3つ目の統計的機械翻訳を使ったアプローチでも最高性能に匹敵するような性能をまだ出しているので、まだ使えないというわけではないということです。そこでこの論文では、SMT を使って文法誤りを訂正しようと、します。その時に SMT に対して、複数の、誤り訂正に適した処理を追加します。1つ目がスペルミスの訂正ルールを追加すること、2つ目が訂正の操作を蘇生に加えるということ、3つ目が文法誤り訂正に適した評価指標で SMT をチューニングするということを行います。まずスペルミス訂正のルールですが、例えばこのスペルミスの単語が入力されたときに、2つのパターンがあって、上はその形態層を分解してみて、例えばその2つの形態層を組み合わせてスペルミスが起こったっていう可能性があるので形態層を分解してみるっていうのと、あとはその編集距離が近い、実在する、単語を検索して、候補に出すっていう2つがあります。で、下のその PyEnchant っていう、既存のツールを使って、これらの、候補を生成します。で、またその名詞の単数形複数形っていうのも、スペルミスに含まれるので、その単数形複数形の変換を行うっていうのと、あと動詞の基本形、三人称、単数形、括弧形、括弧分詞形、進行形の変換も行います。それはこの下の注釈にある既存のツールを使います。で、訂正操作のスコアを蘇生に用いるということも行います。で、例えば、ここが入力文に対して、誤っている文、フレーズに対して正しいフレーズが加えていると、その時に単語のアライメントを取って、このような操作をしているというふうに判断します。で、これらの蘇生動詞のエラーが何個ある。で、それに対して時間を何回行ったか、挿入を何回行ったかっていうふうな操作の、今このバリューが回数になっているんですけど、このような操作のスコアを計算して SMT を学習するときにこのスコアを蘇生に用いるってことをします。で、最後に SMT を学習させるときに評価指標を、これまではブリューっていうスコアをよく用いていたんですが、ブリューだとその
まあ、翻訳ではよく使われるんですけど、誤り訂正タスクにおいては、まあ、あまりその語彙の変換が行われないということで、あまりスコアが変わらないという問題があるので、この論文ではグリューっていう、誤り訂正に、まあ、適した消化手法を用いて最適化を行いました。はい、実験設定です。で、使ったその SMT のモデルっていうのが、まあ、ここに挙げられている、既存の提案手法を用いて、まあ、そこに先ほど説明した、まあ、ルールを追加するっていうことを行います。で、訓練データはラングエイトコーパスで100万パレルコーパス、100万ペアを、まあ、学習させます。で、開発データはとテストデータは、まあ、ここにあるコーパスと使います。で、SMT は言語モデルも使うんで、あのイングリッシュギガワーズの5グラムで、まあ、かなり大規模な言語モデルを構築しました。で、こちらが訂正結果なんですけど、まずベースラインが2つあります。で、上のSP ベースラインっていうのが、スペルミスだけを行う訂正モデルの結果で、2つ目の MT ベースラインっていうのが、まあ、SMT なんですけど、まあ、特別な組成を追加せずに、まあ、ブリューで最適化を行ったモデルの結果です。で、SMEC っていうのが提案手法なんですけど、下のその YB16 っていうのが、これまでの最先端のモデル NMT を使ったモデルの性能になります。で、それに対してこの提案手法がこのラインなんですけど、評価指標としてはグルーと M2 スコアっていう2つのスコアを用いていて、まあ、グリューはその最高性能にはまあ匹敵するような値ではないんですけど、 M2 スコアを見るとまあ最高性能に匹敵するぐらいの性能を示しました。で、ただその先ほど提案手法では100万ペアを使って学習させたのに対して、この最高性能のモデルっていうのは200万ペアを使っていて、訓練データとしては2倍あるため、まあ、訓練データが、まあ、半分でも同じ性能を示しているということが分かりました。で、この提案手法では3つのコンポーネントを組み合わせて実験を行ったんですが、それぞれのコンポーネントを差し引いた時にどう結果が変化するかっていうのを実験してみました。で、このマイナスグリューっていうのが評価指標を最適化を、まあ、グリューではなくてブリューを使った時で、マイナスフィーツが特別な組成を用いない場合、マイナス SP というのがスピリット性ルールを用いない場合です。で、まあ、3つとも変化はしているんですけど、特にスペルミス訂正を用いない時に、まあ、グリューも M2 スコアもスコアがすごく低くなっているので、スペル訂正による効果が大きいんではないかというふうな考察がされていました。はい、まとめです。統計的機械翻訳を文法誤り訂正に適用しました。で、スペル訂正ルールを追加して、また訂正操作のスコアを組成に用いました。で、最適化をグリューを使って行いました。はい、で、結果、既存の最先端のモデルに対して半分の訓練データで、匹敵する性能を達成しました。以上で発表を終わります。